おはようございます。2013年10月4日金曜日6時5分になりました。おはようございます。10月も1週間がそろそろ終わろうとしておりまして、まあちょっとねまた天気が暖かくなってきてますけども、さて、どうなるのやら。この週末はね少し気温は下がるみたいなんですけども、ただ来週はまた少し、暑いような日中になりそうで、全然10月って感じはなくなってますけどね。でまたガーンと冷えるのかなってちょっと嫌な感じですけども。さてさて、今日 IT メディアニュースからドワンゴ関係を2つニュースピックアップしました。まず1つ目がこちら、ドワンゴクリエイター奨励プログラム総支払い額6億円に1000万円以上は7人。そしてもう一つ、振り込めない詐欺、振り込めます、ニコニコユーザーチャンネルで個人課金可能に、ということで、これどちらもドワンゴの話ですけれども、要はまずこっちのねクリエイター奨励プログラムっていうのは、クリエイターさんがまあキャラクターとかねそういうのをこう作って、登録しておくと、それを使った、作品がですね、人気が出たりすると、それに応じて、奨励金が支払われると。で、総額がもう6億円支払いになって、中には1000万以上ね、支払いを受けたっていう人が7人もいると。で、1万円以上をもらってる人っていうのが1949人、1万円以下が5204人。まあ総クリエイターがね7000人ぐらいで、そのうち7人、要はだから 0.1% ですねが1000万円以上もらっていると。なかなかね割合からするとこれ結構すごいなという感じはしますね。レベルが高いというか、それだけ人気のある人たちが多いのかなと。で、まあもうちょっと内訳を見ると、なんかですね、ここにもうちょっと上か書いてあるんですけども、100万から499万が108人っていうことなんで、まあ、なかなかね割合としては、でだから、ざっくりどれぐらいかな、100、130人で、7000人で70人に1人ぐらいは100万以上もらってるっていう感じですよね。なかなかねそれで考えると割合的には、結構面白い仕組みをこれ作ったなという感じがします。で、まあ、もう一つの方はこれ新たに始まったので、ニコニコ動画ですよね、ニコニコ生放送とかそこら辺のところでニコニコで振り込めない詐欺っていうね言われたり、そのすごいクオリティの高いコンテンツを提供してて、寄付したいとか思ってても振り込み詐欺がないから振り込めない詐欺とかいう話がこうね出てたんですね、そういう話題が。でそれをですね、今度ユーザーからその振り込めるように、あ、これすごいいいぞと思ったら、要は寄付ですね、ドネーション、そういうのができるような、カンパできるような仕掛けを作るということで、これまた多分動き出すとすごい、振り込み金額になるようなユーザーとかもいるんじゃないかなという感じがしますね。ドワンゴちょっとねこの面白い仕組みをこれ作り出したなと思います。でこちらもこれは直接ユーザーからユーザーにお金が流れる仕組みで、でこっちのクリエイター奨励プログラムはですね、これ原資6億円の原資はどこから持ってきているかっていうと、プレミアム会員のお金ですね、会費、それをベースにして、クリエイター奨励プログラムっていう、ある意味ねこれ富の再分配なんですよ、の仕組みなんですよね。なんていうのかな、税金をこう
集めて、でもってそのより、それを再分配する、どういうふうにするか、だからまあみんなに役立っている人に役立つことをしている人、要は人気があるということはみんなに役立っている、ところに対してこうその集めたお金を戻すという、こういうね、新しいというか、まあいわばあの経済の仕組みをこういうふうに、していく。だから雇用というスタイルではない、まあ、これでね、あの食っていけるかどうかっていうのは非常に難しいところもありますけども、こちらの振り込めるようにしたっていうね、カンパできるようにしたっていうのに対しても、このあたりも、まあ、生活できるかどうかっていうのはまだこれからね、いろいろ動いていかないと分からないんですけども、ただ現実的に1000万以上がこのクリエイター奨励プログラムで7人も出てきてたり、100人以上が100万以上もらってたりとかするっていうね、そういうところからこう考えてくると、だんだんその雇用っていうスタイルから、まあ、自立したというかですね、新たなその生活のスタイル、まあ、いわゆる個人事業主になってくるんですけども、そういうスタイルのね、動き方にこういうところから変わってきて、今までのね、概念の単純な景気イコール雇用の確保みたいな、そういうモデルとはもう全く違うところに、そのお金の動きができ始めているというところ、特にこういうドワンゴみたいなところが動いているっていうところで、若い世代の人たちですね、に対してのこのお金の動きっていうのがこう違ってきてるっていうことは、ちょっとね、これ注目すべきことなんじゃないかなと思います。今後の、その、いろんな、なんていうんですかね、インターネットのビジネス、ようやくというか、今までね、こういうモデルっていうのは、いろいろな形でこう作ろうとして、なかなかこう、うまく機能しなかったりしたんですよね。投げ銭みたいな仕組みとか、いろんなものが、やってたんですけど、なかなか今一つうまく機能してなかったんですよね。そのあたりが、こういうドワンゴのような、もう、なんていうんですかね、そういうことに興味のある人たちをたくさん集めてからこう動き出していると、今までのはどちらかというと先に仕組みありきで作ってきたところがあったんですけれども、有料メルマガだとか、会員制サイトで課金するだとか、そういったものっていうのは最初に仕組みありきみたいなところが結構あったんですけども、これはですね、ドワンゴの場合はいろんなユーザーをかき集めておいて、で人気のあるそのクリエイターが集まった中でこの仕組みを後から持ってくる、なかなかね、うまいやり方をしてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういうところからですね、本当次のなんていうのかな、今まであまりにもその経済活動とかっていうのがその雇用っていうものに、振れ幅が大きくなりすぎてたんですね。本当はちょっと考えればわかるんですけども、本当に40年とかね、50年とか前になると、サラリーマンって実はそんなに多くはなかったんですよね。それがいつの間にかサラリーマンっていうのが、要は人に雇われるっていう、その、働き方っていうのが一般的になりすぎて、あまりにもサラリーマンっていうのが多くなりすぎた。で、雇用、その、されなければ働けないみたいな意識がみんなの中にこう、刷り込まれてったんですよね。で、ところが、それって本当に、何十年間の間に出来上がった仕組みで、それ以前ってほとんどのところが自営業みたいなんで働いてたんですよ、みんな。だからその辺を、こういうなので、ね、またもうちょっと揺り戻しというかしてくることによって、日本の経済の動き方がまたちょっと変わるんじゃないかなという気がします。そういうことをですね、敏感に感じ取って、ぜひ現政権はですね、いろんな今なんか雇用対策やのなんやのかんやのって言ってますけども、ちょっとね違う方向を考えてもいいんじゃないかなという気がしますけどね。まあ、なかなかそのね、要はいろんな選択肢があるっていうことを見せれてないっていうところが今のその政府の動きとしては、私はちょっとなーっていう、相変わらずその以前のその、働くイコール雇用っていうね、それしかこう頭にない、それがある限りはちょっとうまくいかない。まあとはいえ、税収を考えればね、みんなが会社で働いてくれる方が税金は徴収しやすいんで、政府としては楽っちゃ楽なんですよ。
まあそんな話をしてると長くなるので、こんな感じでこれはちょっとねドワンゴ面白い動きになってくるんじゃないかなという気がしています。さて、そんなところでもう6時15分になりました。今日は金曜日ですね、今日一日行けば明日明後日お休みという方も多いかと思いますけれども、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。